突然ですがだらっと書くと雑談チャンネルの時間です本日も何かしながらお聞きくださいおすすめはクールダウンしながらかな皆様一人一人の格闘技どうでしたかでも結果は一つということで私もですね今日まだ気持ちが高ぶっているということを自分でもね理解してますんで意識的に抑えて抑えて過ごしていこうかなという風うに思っております試合後のインタビュー行きましょう 朝倉くる選手、悔しいけど試合してよかった、結果的に強かった、今後の展望をお聞かせくださいと言われ、引退も含めて考えてみてって感じですかねと、もうすっきりしちゃった感じなんですかね、で記者の方、右フック聞かせて左の蹴りが入ったとき、えー、なぜあそこで一気にいかなかったんですかと聞かれ、朝倉みくる選手、目が死んでなかった、行きすぎると危ないと思い、やめました。 最後はコーナーポストに押さえつけてたので三角入らないと思ってたけど体が柔らかくて油断したタップするという選択はなかったそしてなぜ引退を口にしたのですかと聞かれここで負けた時に格闘技続けていく意味あるのかなって 自分の幻想が打ち砕かれた、自分自身に落胆してる感じっすねと、トップを目指せないならやる意味がない、でも格闘技を盛り上げれるならという気持ちもあるので、周りの声を聞いてから決めたいなと、そして右まぶたの腫れは肘によるもの、組み力はなくて安心しちゃうけど、打撃、目もよくて、ここまでたくさん勝っている意味を理解しましたということです。 そしてその後のツイッターで朝倉未来選手、乾杯、記憶もあるので大丈夫です。やることはやってきたので後悔はないけど素直に悔しい。今後のことは少し考えます。けど格闘技という道に来て歴史的な東京ドーム大会のメインで試合できたことは一生忘れないです。 応援ししてくれたた方々ありがとととううございましたといまことで、まあ、私的に思うのは、まあ、よく言われるのは試合負けた後はね、みんなよく引退を口にするっていうことですよね。で個人的にはちょっとやめないかなというふうに思いますけどねというかまあやめられないというか男がこのままじゃ終われないでしょう数日経てば次はもっと強くなってやり返してやるっていうね気持ちがムクムク湧いてくるんじゃないかなというふうに期待も含めて思っておりますが皆さん、まあ、はどうお考えでしょうか そして、クレベル小池選手のインタビュー。嬉しいなぁ。めっちゃ嬉しいです。次のプラン、斎藤とタイトルマッチ。よろしくでお願いします。怪我わからないけど、100%でお願いします。私待ってます。というふうにね、始まりました。そして記者の方が、先ほど朝倉未来選手が組み力がないとおっしゃってましたが、それは罠ですかと聞かれ、クレベル選手。柔術、力じゃない。テクニック大事。それを今日やってると。 そして記者の方、今日で人生変わると思いますかと聞かれ、わからないけど、めっちゃ嬉しい、それだけと。で、さらにですね、朝倉未来選手の打撃、聞いてましたかと聞かれ、私、あんまりびっくりしない、心配しない、問題ないと。で、最後、コーナーで朝倉未来選手、スペースなかったから大丈夫だと思ったと言ってましたが、なぜあそこで決めれたのですかと聞かれ、クレベル選手、いつも自分、信じてる。 相手に間違えているところあったら決めれるよと朝倉美久留選手の考えにミスがあったことを指摘していましたね。そして MMA では下になることは不利とされてたのですが、なぜ下からあんなに決めれるのですかと聞かれ、これ要約ですが、 みんな勘違いしてるみんながやってるのは汚い柔術で正解じゃない私たちがやってるのが正しい手順だから相手はその手順知らないから間違ったことをやったらそこで決めれるそれと毎日練習すること。 つまりどうやったら決めれるのかの柔術を一つ一つ紐解いていって正しく再構築したような技術を私たちは持っていてさらにクレベル選手、朝倉選手、YouTube ばっかりって言ってたけど朝倉選手のおかげで日本の MMA も人気が出たし朝倉選手のおかげで私も試合ができました本当にありがとうございましたと語る場面も見られました。 そして斉藤選手と次、試合になると思いますが、プランはありますかと聞かれ、今日ムサエフの友達の人と試合やって寝技になった時間違えてるところあった、私とやったら一度でも間違えたら決めちゃう、一本勝ちでいきたいと思いますと、このですねムサエフの友達の人っていうねケラモフ選手の呼び方、これいいですね、なので、今はコーカサスの雷ちですが、煽り V で最後に、ムサエフの友達の人。 ブガールケラモフみたいな感じでねやったらまあ結構笑っちゃうかなというふうに思いましたがそして最後にえ彼は最後までタップしなかったスピリットあるね侍本当の男だよとえ語って終了ですえクレベル大魔王と言って盛り上げていきたいところなんですがこちらもねえ正義いい人だからやっぱねスポーツですよねお互い悪い人と戦うわけではないっていうこちら試合後のインタビューなんですが関連動画に次々ねあるものを見ていって てたんですが最後までねまだ見切れてないので取りこぼしの選手もいることをねご了承くださいということで次ね、ね朝倉海選手やっていきたいと思います。井上直樹選手意識してますかかと聞かれ 本当に強い選手だと思いました、今日の試合を見てと、そしてですね次は誰でも大丈夫です、誰でも倒しますと、渡辺修斗選手のチョークは全然入ってなかったんで大丈夫ですと、朝倉未来選手の敗戦についてどう思われましたかと聞かれ、朝倉海選手、今まで以上に格闘技に取り組んでいる姿を見てたので本当に悔しいですねと、さらに先ほど朝倉未来選手が引退も口に出していましたがと聞かれ、 その話はえまだしてないですけど僕の思いとしてはまだやってほしいという気持ちはありますというふうにおっしゃっておりました試合についてはあのパウンドは今までそうならなかったから見せてこなかっただけで得意なパターン最初に入ってこられたときに組でも勝てるなという手応えはあったということですそして最後に繰り返し相手は誰でもいいというふうにおっしゃっててこれはね強い人弱い人 っててて分けてるんじゃなくて自分が圧倒的だから誰でもいいよって言った感じの印象を私は受けましたね。そして朝倉海選手の対戦相手だった渡辺修斗選手。 今だから言えるけど、3月の試合の後と、田丸拓実選手戦ですね、少しでも打撃食らうと、頭がクラクラしてて、打たれ弱くなっていたけど、それ以上に強いパウンドだったなというふうに思いましたと、そして本来の作戦は、スタンドのままバックを取ろうというものだったそうですが、体も強く、それができなかったと、で寝技、誘ってたのも乗らないし、自分のことを徹底する、冷静な人だから、強いのかなと、そういう印象でしたというふうにおっしゃっておりました。 そして、ですねこのインタビューでも語ってたんですがツイッターでも同じ内容なのでツイッターの方ちょっと紹介させてもらいますが負けました、応援ありがとうございました自分みたいに弱かった人間がこの舞台で戦えたのは皆さんの応援が勇気になったからです。 本当に感謝しています今後はある程度のビジョンはあるのですが少し平和に大好きな猫たちと暮らしながら考えたいと思います本当にありがとうございましたということでまあ、脳にねダメージもあるみたいなので少しね休まれた方がいいかなというふうには思,思いましたねでもこういうのいいですよねみんなちゃんとして生きてるなっていうふうに思います私たちもね何かのめり込めるものというのは人生で一つ絶対欲しいですよね渡辺修斗選手お疲れ様でした そして渡辺修斗選手は猫以外にもイモリをね、一匹飼っているということを私は思い出しました。そちらも可愛がってあげてくださいということで、え次、大久保弘正選手、いい試合できなかったのでダメだったということみたいです。一発目のフックで、なんとね、右手が折れてしまい、それであの戦い方しかできなかったらしいので、ちょっとね、次の試合に影響しないか心配かなというふうに思いました。試合後のね、このインタビューでも右手、包帯巻いて出てきてましたよね。で、ご本人様はでも2回戦には間に 合わせるようにしますというふうにおっしゃっておりましたで、次は井上直樹選手か朝倉海選手 今日このの人はいいいい勝ち方してたので戦えればいいかなと相変わらずね、えー、強いところ行きたがる大久保博正選手でしたなので東京ドーム大会がまあ延期延期で伸びてしまったのでその前だったらねまだこの骨折する治療の期間っていうのが取れたんですがこれで詰まってきてしまったのでまあ、こういうのもね後々に影響してくるんだなというふうに思いましたでもねもともと組が強いんでそこからね作戦変えて戦いにいけたっていうのはまあすごいとこだなというふうに思いましたそしてなんとですね今後の展望を聞かれ おぎ頑張ろうかなとはい度胸があるとかね天然とかをもう通り越してずっと素なんでしょうねはい飾らないおぎちゃんというふうに思いました。 そして春日井寒天武選手については7年前より強くなっていたというふうにおっしゃっておりましたでラストにこの舞台で戦えるファイターは東京ドームですね数少ないのでもっともっと自覚を持って盛り上げていきたいと思いますというふうに締めていたんですが小木チャンネル好きなせいか見るたびにかっこいいなと試合中と試合前後の動画に限りですがかっこいい惚れ惚れするというふうに、えー、一人でね家で動画見てても口に出してしまうんですがそれ以外のね動画を普段の小木チャンネルの方では 全く思わないいっていうねこれほとんど「筋肉マン」と同じ状態なんじゃないかなというふうに私は思っておりますが第6代シュート世界フライ級王座。 大木久保すということで次行きたいと思います。同門の岡田亮選手ですね。元谷選手について強かった。シュートのチャンピオンとして出場したのに送り出してくれた人たちに合わせる顔がない。そんな感想ですと。このね、合わせる顔がないは比喩ですが、本当の顔の方もかなり腫れてましたもんね。そして元谷選手の印象は変わらない。昔から好きでしたが、いい男でしたと。そして引退を示唆していた岡田亮選手に全員共通の質問ではあるのですが、 今後の展望を教えてくださいとクエスチョンされ、岡田亮選手は、シュートの関係者の皆様に謝りに行こうという展望しか今は考えられないと、本当に申し訳ないですというふうにおっしゃっておりました、そして記者の方に、元谷選手が徹底した打撃勝負に来たことは想定外でしたかと聞かれ、はい、想像していたものとは違ったと、自分の実力が足らなくて負けましたと、潔の良いね、男らしいこちらも岡田亮選手。 選手でしたそして、斎藤豊選手、展開的には厳しい試合でした、ケラモフ選手が強かったと思いました、序盤、力が強かったですけど、後半は力が落ちてきて、自分が頑張ったことが内容は紙一重でしたけど、良かったかなと思いますねと、そして、今日勝てたんで、次、防衛戦、しっかりやりたいと思いますと、右のまぶたは後で確認しないと分からないけど、カットですね、多分頭じゃないかなと。 拳と頭では試合が違ってくるけど、レフェリーには拳と言われ、個人的にはスローで確認して欲しかったけど、血が止まってよかったと。いずれにせよギリギリまでやろうと思ってたのでということみたいです。そして勝負を決めたポイントはと聞かれまして、やはり後半と。自分が諦めずに動き続けたことですかねと。そしてケラモフ選手と試合後何を話してたんですかと聞かれ、伝わってないかもしれませんが、大変な時期に日本に来てくれた感謝の気持ち。 ですとそういうふうにおっしゃっておりました、斎藤選手ね、試合中も判定の時もね、えー、終始冷静でしたねそして、榊原社長による総括ですね、まず朝倉未来選手戦を振り返り、高田菊村戦の時の衝撃とまではいかないが、現実を突きつけられた、未来の引退発言に関しては、こんなところで逃がしゃしない。 猛然と復帰に向けての交渉、熱烈なラブコールを送りますし、やめることはないと信じてますし、やめられないとも思ってますと。そしてカーフの後はトライアングルチョークが一斉を風靡するのかなと。ソーザの飛びついた時にもう入ってるっていうのは今まで見たことがないと。そして一つ、ヒロヤの動画で彼らの勘違いがありましてと、榊原社長。 このことは当チャンネルでも一度扱わさせていただいたのですが、簡単に説明させていただきますと、ヒロヤ選手は弟、タイガ選手に那須川天心選手戦のオファーがあって、那須川天心選手サイドがその体重ではできないと、那須川天心選手が逃げたともね、誤解されかねない動画を YouTube でまあ出していたんですが、実際にしたのは榊原社長曰く、オファーではなく打診であり、そもそもが那須川天心選手に他の 選手は挑むという形なので、体重を合わせるのは挑戦者側だとし、体重が合わない事実が分かっていたので、タイガ選手は結構早い段階で候補からは消え,た消えていたというね、そういう訂正をしておられました、どこかで話が行き違ってしまったのかもしれませんねというふうにおっしゃっておりました。 那須川天心選手戦は結構口に出して言いたい日本語でもありますのでお一人になった時にでもこそっとどうぞということなんですが那須川天心選手 VS3 人で最後所秀夫選手でしたがこの間の雷神ラジオで金原さんがね所秀夫っていうねえ書いた T シャツをわざわざ着てきたのにジャン斉藤さんと笹原さんがそれについて全く触れなかったっていう話当チャンネルでもさせていただいたんですがそれは触れられないですよね。 ここういういとだったんですね。そりゃ触れられないよねっていうだからあれは金原さんからの、まあ、隠れメッセージだったとあんなところにね答えがあったのかなというふうにまあ終わってみればねそういうふうに思いました。 まあ親友でもあり、ね、セコンドなどにもついている金原さんだからできるゲートだったということですね、はい。そして斉藤選手 VS クレベル選手はもう決定だというふうにおっしゃっておりました。斎藤選手にも次はクレベルだよって声をかけたと、えー、でもですね、今日のケラモフとの試合は褒められたもんじゃなかった、スカッと勝てよというふうに、ちょっとね、ご立腹でしたね。 川尻達也さんが自身のジリラジオでおっしゃってましたが昔の榊原さんはプライドの時はもうほんとめちゃくちゃ怖くてしょっぱい試合すると結構同う喝じゃないですがお前何やってんだみたいな感じだっておっしゃっておりましたのでちょっとその片鱗が見れたかなというふうにも思いましたね。 そして、ヤマス・ドミネーター・サトシ選手と対戦したベイノア選手については、ポテンシャルを感じ、今後も MMA のオファーを出したいなというふうにおっしゃっておりまして、ムサイフ選手とケラモフ選手については、厳しい環境の中、よくやってくれた、早速次の9月にでもオファー出したいなと思っていますというふうに語っておりまして、こういうのいいですよね、1回負けたからもういらないよとかね、使わないよとかじゃなくて、ちゃんとね、厳しい環境の中、よくやってくれたっていうふうにね、こっちも相手の気持ちを組んで、お互い これからまだまだやっていきましょうというねそうじゃないとやっぱ団体自体もね大きくなっていきませんのでいたわる気持ちが見れてよかったかなというふうに思いました。 そしてここからは昨日の試合についての各選手のツイッターでの反応なんですがこれは私の時間的にですねうまくまとめられていないので今、バーっと読んでいっちゃいますので話があっちゃこっちゃ飛ぶ可能性もあるということだけご了承くださいまず川名店長行きましょう里氏は俺と試合やれとか過去に発言しててごめんなさいとしかもそのツイートがですね結構拡散されてリツイートされまして保身のためにつぶやいたツイートがどんどん広まっちゃって恥ずかしくなってきた点点点 と相変わらず面白いですねそしてさらにタップしない人は根性があってタップする人は根性なしとかそういう話ではないですと僕は早期タップを心がけていますということみたいですそして武田浩二選手あの腰の重たい三来選手があんな簡単にテイクダウンされるとは倒し方の問題もあるけど次盆栽とやるのは俺だろうなとジャン斉藤さん ライジン東京ドーム大会最後の最後にリング上でヒロヤ選手の結婚が発表されました。なぜ今ここでと。ヤマス・ドミネーター選手。こんなに情けない勝ちがこの世に存在したんですね。弱くて嫌になるけど弱いからやめられない。主役はベイノア選手でした。ありがとうございました。 ベイノア選手、初地上波ならずでした、期待して見てくれていたナリマスの皆様、すみません、今度は必ず勝ち姿を地上波で押すします、押すそしてクレベル選手と以前に戦っていて、こちらもね、三角締めで負けている芦田貴大選手、とは言うけど、また戦いたいの、クレベル本人にも言っている、一個ずつ勝って、またクレベルに追いつけるように日々頑張ろう。 そして白河陸人選手、来人の判定基準がマジで分からんと、これは斎藤選手の試合のことですかね。そして佐々木うるか選手、やったぜと一言なんですが、これ、井上直樹選手が勝ったことについてだと思います。そして原口健人選手、柔術やばすぎ、強すぎ。そして倉本和真選手、楽しみになってきたでと。で、岩崎正弘さん、サトシやったーということで、まあ、ここがね、柔術仲間ということですよね。 充実つながりって言った方がいいかもしれませんねそして石橋渡慎太郎選手たくさんの応援ありがとうございました期待に応えられず申し訳ないです そしてこれは試合前なんですがクレベル小池選手と一緒に練習などを普段している関根シュレックさんなんですがここだけの話実はクレベルのことはそんなに心配していないマジで強いからキックも全局面でということでクレベル小池選手側は今回の勝ちっていうのはもう予想していたことだったんじゃないかなというふうにも見て取れますねそして萩原恭平選手今日の来陣見てなんか複雑な気分になったな もやもやするわーということで、これは朝倉未来選手の敗戦に対してだと思いますそしてなんと、堀口恭司選手が、みく,るくん格闘技やめなないいで欲しいなとツイート川尻達也さんも、朝倉未来は引退なんかすることない、1ヶ月やそこら、練習環境を変えたって何も変わらない、やりきるも何も、全くポテンシャル出してないよ、もったいなさすぎる、朝倉兄弟が UFC でトップファイターと戦うところが見たいと。 続けて川尻達也さん。ロープつかみに対するレフェリーの対応も早かった。あれだけイエローカードやレッドカードをしっかり出してくれたら抑止力になるよね。反則した者勝ちは NG。 そしてここでちょっと話戻ってしまうんですがすいません、ベイノワ選手、昨晩から今朝にかけて全く寝れませんでしたが本日は本業も副業もお休みでしたので大丈夫でした。てか、副業に関しては今年ずっとお休みでした。ぼちぼちやってきます。いや、やってかせてください。す。皆様のメッセージ読ませていただきました。改めまして、えー、応援ありがとうございましたということに対してドミネーター選手がコメントつけておられましてありがとうございました。ぜひお笑いの方も押すしてくださいと。 お互いいい人同士なんで人間関係ができたみたいですね。そして大久保選手悔ししくてて眠れぬとそして井上直樹選手、昨日は長い時間、皆様お疲れ様でした、しっかり楽しめたでしょうか、今度は満員の東京ドームで試合してみたいですね、そして本日24歳の誕生日を迎えました、携わってくれた方々に感謝しかないです、まだまだ始まったばかりなので、挑戦者の気持ちで努力していきます、これからもよろしくお願いしますということです。 そして、沿線井上さん、物事を片付けるため、強氏は記者会見に行きたかったのですが、足の痛みが刻々と増してきたので、高知県父親として早急に病院に送ることにしました。怪我の世話をする代わりに、すぐに病院に行くのが悪いのなら、私は責任がありますと。 そして所秀夫選手、那須川天心 vs3 人、ミスター X として来人東京ドーム大会に出場しました。天心選手、強すぎてびっくりしました。パンチを受けても嬉しいような不思議な感覚もあり、天心選手だからこそ気持ちが上がって立っていられました。向かい合えたことが僕は光栄でした。ありがとうございました。またのみに。 岡田亮選手、本日はご来場、ご視聴ありがとうございました。試合は本谷選手に乾杯です。シュートのチャンピオンとして、ほとほと情けなく応援してくれた方の期待を裏切り申し訳ない気持ちでいっぱいです。本谷選手ありががとうございいました。トトーナメントを勝ち上っっていってください そしてまたちょっとドミネーター選手の話に戻らさせてもらうんですが、川尻達也さんの直属の後輩でもありますので、川尻達也さんのツイートにですね、ご挨拶できず申し訳ございませんでした。また、もろもろ落ち着いたらご挨拶に伺わせてくださいと投稿しておりまして、それに対して川尻さんもお疲れ様でした。おめでとう。相手しっかり練習してたねと。そうなんですよね。ベイノア選手本能でいくって言ってたんですが、えっと、タックルのね、切り方とかもちょっとできてて、実はね、あれは試合前のブラ スタッフだったということだったんですよねそして金太郎選手大阪ラウンドまであと2週間次は俺の番や で、ラスト、榊原社長。本日は、ライジン28、東京ドーム大会へのご来場、ご視聴、誠にありがとうございました。色気のある格闘家の魅力は、敗北を受け入れる勇気を持ってリングに上がり、真っ向勝負に挑む姿にあると強く感じました。今夜のミクルと24年前の高田さんの姿がオーバーラップしました。やはり格闘技はやめられないですね。 はい。ということで、この辺でご勘弁をということで、まだね、もう少しあったんですが、切り上げさせていただきます。私のね、こちらもちょっとこの後の時間上の都合ということで。でですね、明日ね、ちょっと用事があるんで、もしかしたらね、できないかもしれません。それか、まあ、夜の間にちょっとまとめて、その分を明日の分として、まあ、20分とかは絶対無理だと思いますが、出させていただくとか、まあ、そういう形になるので、頭のね、片隅にでも入れておいていただければというふうに思います。そしてですね、笹原さんのツイートでもあったんですが、あの曲がね、頭から離れません。 とということで私も同じなんでですよねで他にも同じ方もねえたくさんいらっしゃると思うのでちょっと最後ねそれ1曲歌わせてもらって終わっていこうかなというふうに思っておりますえですのでチャンネル登録してですね通知をポチッとオンにして高評価を押してですね「もう離さない」「君がすべたさあう」「Be my baby be my baby」 ビーマイベイベー、ビーマイベイベー、ビーマイベイベー。俺もうやだよ。<laughs> これ一人だぜ。俺いつも <laughs> 一人でやってんだよこれ。<laughs> 馬鹿らしくなってきたよ。<laughs> また聞いてね。